こんにちは。アスリート個別栄養サポートの北みのりです。こんにちは。今日はですね、インクロス代表、エントランス代表の中村浩二さん、フィールドホッケー U18 の日本代表だったり、あ、すごい。はい。すごい、そんなのがあるんですね、はい。インターハイ優勝、インカレ優勝などなど、社会人大会も優勝などなど、フィールドホッケー界では知らない人はいないであろう。私もたくさんお世話になっている中村浩二さんをお呼びしてコラボの、対談をさせていただきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか足りない自己紹介があれば。もう本当に、そのフィールドホッケー17年やらせていただいて、はい、もう富山という片田舎で育って、で東京行って、まあ、韓国、海外にも行かせていただいたりとか、まあ、いろんなホッケーを中心にいろいろ経験させていただいて、本当にまだホッケーって本当狭い業界なので、まあ、そこから もっといろんな業界の人に助けてもらいながら競技を盛り上げていくだったりとか、もっとそれがスポーツ全体として盛り上げていく必要があるっていうところで、今北さんも大変お世話になってますし、まあ、そこのスポーツを中心とした、アスリートを中心としたスキルシェアサロンと、いうものを、運営させておりながら、競技としても東京のチームで、活動させていただいております。今後のこう中村さんがこんな風にこう、まあ、フィールドホッケー界だったり、何か中村さん自身の夢とかあったりするんですか？あ、そうですね、僕自身、まあ、直近としてはですけど、まあ、今年チームとしても日本リーグに初参戦するので、まあ、そこでまずは2部スタートからなので、そこでまず1部昇格っていうところ、あと東京選抜での活動の中で、まずはそこの2位ですよね、本戦出場に向けて、動くというところと、あとはその僕自身も来年の3月からオーストラリアのパースの方に挑戦したいと思うので、まあ、そこに向けてのその実績がすごく影響してくると思うので、まあ、そこを前向きにいけるところをやっぱり目指していけたらなというふうに思います。オーストラリアに移住するんですか？そうですね、短期的に移住する形で、はい、すごい、はい、もうそこをちょっと目指して、本当に今このやってるエントランスのところの事業とかも本当に頑張らないといけないし、競技の方も本気でやらないといけないしっていうようなところなので、はい、もう大事な時期なんですね。大事な1年です。はい。中村さんはこうそういう強い思いみたいな何かあったりするんですか？あ、そうですね。僕としては、もうずっとこういう人間だったんで、昔からその実家古本屋で比較的早い段階でビジネス書とか読んでる中で、ちょっと、まあ、スポーツも、まあ、これもずっとやってきた中で結構変わった目線で考えてたところがあったので、やっぱりその飲み会とかもあんまり付き合い悪かったですし、そんな時間あるんだったら自分でなんか勉強した方がいいみたいな感じのちょっと変わった人間だったんで、すごく浮いた存在でも、それでも競技はすごく高みとか目指そうと思ってずっと取り組んでて、でもセンスないみたいな感じでずっと来たのもあって、やっぱりその閉鎖的な環境ってすごい実力主義みたいなところがあったりするので、めちゃくちゃ揉まれた経験がやっぱありました。なんかそこからやっぱり、まあ、なんでこんなすごくスポーツ的に魅力的なんだろうっていうところもありますし、なんでこんなにいろいろ勉強しながら取り組んでるのになかなか結果に結びつかないんだろうとか思いながら、でも自分自身もその起業とかもしながら、そういったところもなんとか改善していきながら競技もやりたいっていう、そのなんか欲張りな形でずっとやってきたもあるので、そこもやっぱり何を言われようがずっとそこ貫いちゃったっていうところがあって、ひたすら痛い目見てきたような感じがあったっていうところで、そこに対しての、まあ、ちょっと、まあ、悲しみだったり怒りもありますし、でその中でも応援してくれる人たちがたくさんいらっしゃったので、そういった方に対するやっぱり恩返しもしていきたいし、その両軸がすごい同じくらいすごく刺されたものもあって、すごく考えさせる機会も与えてきてくださったものもあって、今のような取り組みにちょっとずつですけど形になっていったっていうようなものがあります。もう本当に同じような人を本当に生みたくないっていうのはすごく近いものを感じますね、北さんと思うので。同じような体験する人やっぱ多いんですかね、スポーツ支える人。そうですね、本当に、はい、本当に苦しい思いする選手は多いので、本当に孤独になりますし、孤独になりながらもこのパワハラみたいな環境もまだまだ実際やっぱあったりするので、まあ、そこでやっぱり自分自身と向き合いながら、やっぱり高いところ、やっぱそんなの言い訳にしてらんないんで、やっぱそういったところもやっぱり作っていきながら、やっぱり結果を出していくところに持っていくのがアスリートだと思うので、まだ今の、はい、
そこをなんとちょっとでもいろんな情報だけで多分カバーできたりとかするので、そこを何か自分自身も体現していくのもそうですし、こういった北さんのような素晴らしい方々に巻き込まれながら作っていける場所っていうのはやっぱなかったんで、それはもうホッケー限らずいろんな方の話を聞いて、特にそういったものをやっぱ作っていきたいし、自分自身も体現していきたいっていうところがありますね。なるほど、すごい。なんかもうもともと中村さんが行動力が半端ないっていうのはすごい感じたところだったので、そこにこうプラスそういう思いもあるんだなっていうのもこう伺って、そこがこうね、源というかなんだなと思って。もう本当にそこが本当にそうですね。もういろんな人を犠牲にしながら、もう妻とかも本当にそうですし、もう本当にいろんなものを犠牲にしてずっと支えてもらってるんで、その家族の方も了承も得るのもすごくいろんなバックグラウンドもありましたし、そこはやっぱり次貫いてきて、やっぱ信用をなんとかしてもらって今というものをやっぱりあるので、自分が、そこを本当に日々感謝して、でかつでもそこには責任も生じているのもあるので、早く結果も出す必要もありますし、責任持ってやっぱり一日過ごす必要もありますしっていうところで、本当いろんな人に支えられてるからこその、ご縁があってこその今なんで、やっぱそこが全ての原動力ですね。人たらしって言ったらちょっと言い方悪いですけど、なんか本当素晴らしい、みんなに応援される人ですよね、中村さん。すごい。全く逆です。本当クズすぎて、周りがもう補填してやってる、この両極で生きてきたものがある。成り立ってるんですね。そうです、素晴らしい。全然すごいとも思わないし、本当に周りに感謝だけっていう感じですね。こんな中村さんですが、何かお知らせとかはありますか？あ、そうですね。突然ですが。お知らせとしては、今やってるエントランスという活動なんですけど、本当にアスリートのためのスキルシェアサロンという形で、いろんなそのスポーツアスリートさんだったりとか、コーチの方、スポーツミニストとかからはじめ、メンタルとフィットネスとか、北さんのような栄養に強い方だったりとか、いろんな専門家の方、スポーツに必要な専門家の方にご協力いただきながら、スキルっていうのを共有し合いながら高め合っていくようなコミュニティを運営しておりますので、その中でも北さんにすごく栄養の面のサポートだったりとか、そのプロモーションの部分だったりとかもサポートいただける環境になっているので、ぜひご興味ある方はエントランスいろいろとどこら辺でか分からないですけど調べていただいて見ていただくだけでもいいので、はい、そこを何か応援していただければというふうに思います。どうやって何からとかありますか？中村さんの SNS 何からとかありますか？そうですね、インスタのプロフィールのリンクの方にリンクの方にエントランスのものがあるので、そちらから飛んでいただければというふうに思います。はい、もう本当にこのオリンピック開催されるかどうか分かんないような時期ですし、そこで本当に夢を追いかけた人もたくさんいる中で、そこが本当に今どんどん居場所もなくなっていったりとか、何十年も培った才能が本当に途絶えてしまっていくような現実もすごくあったりするので、そこもアスリートだけじゃなくてサポーターの方も運営する側もまさに一緒なので、そういった素晴らしい才能をちょっとでも残していったりとか、次につなげていくようなところをやっぱりしていくための環境ですので、ぜひそこに共感いただける方がいらっしゃるのであれば、いろいろと連絡いただけたらというふうに思います。プロ選手とかですかね、とか指導者とか、ビジネスの方とか、そういう感じですかね？あ、そうですね、もうプロももちろんですし、思いを持った方であれば誰でもこちらとしては応援したいし、むしろそういった方を後押ししていきたいと思っているので、とにかく思いの強い方。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よかったですけど、はい、ありがとうございました。本日は、いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。では最後にちょっと締めさせていただきますね。はい、お願いします。はい、今日はフィールドホッケーで著名な中村浩二さんをお招きしてお送りしてきました。アスリート個別栄養サポートの北みのりでした。もしこの動画がいいねと思ったら、いいねボタンとコメント、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そして LINE アットでもセミナーや限定の動画とか配信してるので、イベント情報を配信してるので行ってみてください。説明欄から行けます。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート北みのりでした。中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。